カルネ村を襲ったのはスレイン報告の特殊工作部隊で、その狙いはリエスティーゼ王国の戦士長ガゼフだ。そうと察しながらもガゼフは村人を守るため敵陣へと赴く。会ったばかりの人間などどうでもよいが、この俺のアインズールゴーンの力を試す良い機会が来たようだ。第4、死の支配者。